Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は、スクールでよく保護者の方にとか、あと選手とかに質問されるのが、コーチ、グローブってどうやって選んだらいいんですかとか、どういうグローブ買ったらいいんですかとか、っていうあの話をよく聞きます。なんで今日は、あのグローブ選びの2つのポイントっていうところでちょっと紹介したいと思う。グローブをね、いっぱい紹介したいと思います。グローブ私いっぱい持ってるんで、ちょっといっぱい紹介していきたいと思います。では行きましょう。はい、こんな感じですね。いっぱいあります、グローブで。このグローブ HO サッカーさん、私あの福岡ゴールキーパースクールが HO サッカーさんにサポートしてもらってるので、今はもう HO サッカーさんのグローブしか私今持ってないんですけど、昔は一番最初はナイキを使ってましたね。ナイキプーマで、中2ぐらいからちょっとグローブに対してこだわりを持ち始めて、ウールシュポルトとか使ってるんですけど、指導者になってからはまあ HO サッカー使ってますね。はい。でまず一つ目のポイントが、自分の手のサイズに合ったグローブをしてほしいっていうところですね。よくあるのがこう、これ自分ぴったりサイズなんで、ここですね、指の先っちょ触ったらここ指今入ってる状態なんですね。ここもう指がここまで、もうギリギリまで入ってる状態、ここですね、なんですけど、こうよくいるのが子供たちですね、こう大きいグローブを使いすぎてて、こう指が全然入ってないじゃんみたいな、こここんな感じですね。もう指全然入ってなくて、こう先っぽを押しても指全然ないよみたいなグローブをつけてる子がよくいます。なんであの必ず自分の手に合ったグローブっていうのを使ってほしいと思います。じゃないとあの怪我する原因になっちゃうんですよね。あとあの手が大きいから止めれるとか、そんなこと全然なくて、逆にキャッチしづらいです、あのグローブが大きいと。なんで必ず手に合ったグローブっていうのを選んでほしいと思います。はい、グローブこんだけあるんですけど、何個だ、 10個ぐらいこんな感じであります。で、あの何が違うのかっていうところなんですけど、これはまあ見てわかる通り、こう指の先っちょがないのでフットサル用なんですよね。フットサル用で、まあいろいろグローブがあるんですけど、あとサイズの他に言えるのは機能とか、あとグリップ力で選ぶ方法ですよね。あのグローブをこう長く使っていくためには、こう練習用とあと試合用とかで分けるっていうのもあると思いますね。その分こう長く使ってもらえるというか、なんで例えば練習用とか、あとキーパー始めたて初心者の子とかにおすすめなのが、 HO サッカーだとこういう、このグローブワンネガティブっていうやつなんですけど、こういうようなグローブとかがおすすめですね。価格も5000円ぐらいです。ちょっとつけてみますね。あの1000円とか2000円3000円ぐらい の、 あのペラペラのグローブってよくあると思うんですけど、あれでもいいと思うんですけど、やっぱりね、あのキーパーをちゃんと本業としてやっていこうっていう感じであれば、ぜひね、あのある程度ちゃんとしたグローブを買った方がいいんじゃないかなというふうに思います。でこれ UCG って言って、ウルトラコントロールグリップっていうグリップになります。でこれのいいところは、ここにアンチアブレーションって言って、こうなんだろう、グリップの消耗、こう衝撃を緩和してくれるというか、こうキーパーしてるとこういう風な感じで、ここの手のひらのところ地面についたりするんで、ここがあの早く消耗したりするんですけど、まあそれを防ぐためにこういうのがついてると。見てもらったら分かる通り全然違いますよね。これもこれはこれでいいんですけど、こういう感じですね。であとはもうカット、もう自分の完全な好みになってくるんですけど、これネガティブカットって言って、こう中に内側にこう巻き込むように
パームがですね、ここボールキャッチするところパームって言うんですけど、パームが中に、ま、こう巻き込むように縫ってある割とフィット性が高いグローブになってます。はい、で、まあ、試合用とか練習用どっちでも使えそうなグローブが、まあ、この辺りですかね。何を基準に言ってるかというと、まあ、グリップ力基準に話してます今。別にこっちでも別に試合に全然使えなくはないんですけど、もしね使い分けるのであればっていう話ですね。例えばじゃあこのこれとこれ完全に色違いなんですけど、これ、まあ、黄色いやつですね。色がカラフルで結構好きなんですよね、一応サッカーさんのグローブ。はい、これもアンチアブレーションついてます、こんな感じで。でこれの特徴的なところがロール月光っていうカットになってて、ここですね、ここロールロール、ここもロールで、小指もロールで、ここのここ2つですね、薬指と中指が月光って言って、ここが細くなってる、第一関節から下が細くなってるようなカットになってます。これだとボールとの接地面がすごく広くなってキャッチがしやすいっていうのと、もうこれ今全然力入れてない状態なんですけども、グローブがこう前がかりにこういう風にカーブこういう形になってるんで、もうボールキャッチするそのまんまの形になってるんですね。ボールに沿うような形になってるので、これ結構小学生とかおすすめですね。試合用とかでこうキャッチの形も作りやすいですし、いいと思いますね。あとこのデュオメガっていうやつがフラットカットって言って、まあよく薄いペラペラのグローブとかでもよくあるような一般的なカットになってます。ただこれが違う、他のやつと違うのが、中見てもらったら分かるんですけど、よいしょ、見えるかな、こうデコボコになってるの分かりますか、うん、これデコボコになってることによって何がいいかっていうことなんだけど、キーパーグローブの中でこう指がずれないようになってるんですね。デコボコにこう指が引っかかって、なんでこうキャッチした時に中でずれないんでキャッチしやすいような感じのグローブになってます。これが私のここ最近のお気に入りグローブですね。お気に入りグローブ、もう完全に個性主張しまくりなグローブですね。虎のグローブでソレンティーノっていうグローブなんですけど、見かけでうわこれなんだこのキーパーグローブって思うかもしれないんですけど、これ使ってみるとかなり使いやすい。何がいいのかっていうところなんだけど、なんだろう、まずグリップが普通にいい、めっちゃこう吸い付くというか、でまあデザインは私好みなんでもう完璧なんですけど、こういう感じですね、こういう感じですね。でこれがカットがロールネガティブって言ってて、さっきのロール月光っていうのがあったと思うんですけど、ロール月光のここの中指と薬指がネガティブ、さっきのワンネガティブみたいな感じですね。中にこう折り込むような形になってて、これも結構フィット性は高いと思います。キャッチしたらこんな感じですね。おお、風でドアが開いた、こんな感じです。ワンハンドキャッチもできちゃいます。トラです。で最後にこれですね、いつだ、今年の9月、2018年の9月に新しく発売になったスプレモっていう、グローブです。よいしょ、これ結構つけるときにちょっとタイトかなって思うんですけど、ここがですね指股のところで縫ってあるんですよ。ここがキュッとキュッキュッキュッと全部、これ新しいカットでコンタクトエボリューションカットっていうんですけど、これはどのグローブよりもフィット感がすごいですね。こう指股のここのところで全部絞られてるんで、こうキャッチの形も作りやすいですし、こう指が軽量のモデルになってるんで、
もう指が自由自在に動かせる、もうすでに近いような感覚、手袋をつけてるような、本当そういう感覚ですね。動かしづらいとかっていうのが全く感じないグローブになってます。でこれもよいしょ、中をよいしょ見てもらったら分かるんですが、ここですね。分かるかな、ここになんか白いのがついてると思うんですけど、これシリコン、インサイドインサートシリコンって言って中にシリコンが入ってるんですね。なんでちょうどこのデュオメガグリップみたいな感じで中で指がこうずれないようになってます。よいしょ、はい、こんな感じですね。こう1枚でわーって作られててかっこいいって感じですね。この青の感じもで、こう二重巻きになってます。これは、はい、こんな感じですね。私手のサイズ7号のグローブ使ってるんですけど、うん、サイズもちょうどいいですね。まあキャッチしたらこんな感じですね、はい、めちゃくちゃ使いやすいです。でまあこういう感じですね、いろんなカットのグローブがあるので、いろんなグローブつけてみて試してみて、自分のサイズに合ったグローブと自分の好みに合ったグローブっていうのをぜひね選んでほしいと思います。はい、でまあこういうね軽量のグローブもあれば、まあ練習でも試合でも使えるようなグローブもあれば、ちょっとね個性高めのグローブもあれば、いろいろあるので、ぜひねいろいろ本当につけて、まずつけてボール掴んでみるっていうのがすごく大事だと思います。うちのスクール生もこう新しい商品がキーパーグローブとかが出たら、スクール園長作家さんにサンプルいただいて、こういろいろ試着とかして、そこでサイズ測ったりとか、このカットのキーパーグローブはこういうキャッチの感覚なんだって、わーすごい取りやすいとか、あ自分はこっちかなとか、いろいろつけてみないと分かんないので、いろいろね試してみて、でサイズを必ず合わせてグローブ買ってほしいと思います。であとまあ長くねグローブを持たせるコツとしては、しっかりね洗ってほしいと思います。正しい方法で、よく石鹸とかでバーって洗う人とかいると思うんですけど、石鹸だとこのパームがですねこう悪くなりやすいと、あとゴシゴシとか洗うと、なんでまあいろいろあるんですけど、私が使ってるのは、まあ、グローブグルーっていうこういうやつなんですけど、これをまあ手濡らしてこうグローブつけて、もう手洗うみたいにこうパームのところにシュ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 ってして水で濡らして、こう手普通に手洗うみたいにしてグッパグッパして、こう水っていうかちょっとぬるま湯ぐらいですね、30度ぐらいのぬるま湯でこうバーって流してグーグーグーってして干しとけば、パームの本来の買った時の状態ぐらいのパームに戻ります。戻りますというか綺麗になれば、砂とかがやっぱいっぱいついてるとこう取りづらいとか滑りやすかったりするんで、キャッチミスっていうのは起こるんですけど、やっぱりねこまめに洗うことっていうのはすごく大事だと思いますね。あとはまあこういうウォッシュじゃなくて、こういうグローブグルっていう、こう洗った後にこれシュシュシュってしとけばこう乾燥を防げたりとか、あと試合前に使ったり、あと雨の日とか滑りやすい日あるじゃないですか、そういう日につけるとグリップ力が良くなるっていうのもあるんで、まあそういうねアイテムとかも使いながら、もうキーパーの大事な商売道具なんでね、自分にサイズに合った自分の好みに合ったグローブで最高のパフォーマンス、最高の、キャッチっていうのをしてほしいと思います。次回の動画もぜひ見てください。チャンネル登録、いいねお願いします。 See ya! バイバーイ。